おはようございます。やばかった、めっちゃ爆睡してた。やっほー、わっわっ、そう、どうもありがとね。ガチやばかった。普通に今日は手持ち、もうベッドの上、今日楽しかったですね。新見た？みんなポストいいねしてください。15分、はーい。キーキュー、まだ帰ってないの？明日来れるの？ありがとね。今日こんばんは、ありがとうございました。こんばんは。なんでみんな帰ってないんですか？こんにちは、かわいかった？良かったなら良かったです。そういうこと、飲んでたの？仕事終わりました、お疲れ。おじさんが本当にね、この間あれだったからね。そう、話してたんですか。こんばんは。ストーリー組み立てた。キンラブ。こんばんは。一部ね、めっちゃ厳しかったよね。あー、長坂さんも行ったんだ。どうもありがとう。遅刻しないでください。遅刻は厳禁。一部人少ないから遅刻しないで、マジで。ポーズね。どうもありがとう。こんばんは。こんばんは。あ、どうもありがとう。はーい。あと、ありがとう。お疲れ様。みんな、結婚します。ああ、ルカさんと話してよ。写真撮りました。ピリテテ、ピリテテって何？いや、ちょっと、はい、明日みどり、はい。めちゃ楽しかったね。私もあ、ピリついてて、なんかすごい、なんかすごい一部の人は厳しかったよね。うん、ジムちょっとんって思ったけど、今日
可愛く、ありがとう。2部の人思ったらすごいあれってなった。キュンラブ愛の海で緊張しました。しないでください。あ、待って、まだ申し込んでない。めっちゃ忘れてた、やばい。行ってもいいね、挨拶しかできなかったよね。人によるね。やっぱさ、化粧さ濃いめだとさ、あと写真撮るからと思って、ちょっと今日化粧濃いめなんだよね。濃いめだとさ漏れるね、写真。似て送っておいた。何の似て、こんばんは、キュンキュンラブリー。あー、そういうことか、 STU のか。ちょっと待ってます、買わなきゃ。マジでいつまでも、いつまで、いい、いいよ。ありがとう、タコ。なんか正直参加できるところとかなんかわかんないんだよね。なんかさ直前になんないとさ予定入んないから、なんかあの仕事とかね、だからさわかんないんだよ。だからとりあえず買うだけ買うって感じ。2部からでよかった。あ、そうそうそう、喋れる人がね。なくし会はナチュラル、今日はねちょっと本当に濃かった。なんか天使を意識したのもあって、めっちゃキラキラのしてるからさ、まだ大丈夫。普通に昨日月間仕事一緒だったって、本当言っていいのか分かんなかったか、言ってなかった。フォローありがとう。インスタに詰められた、買ってから。そうだね、そうそうそう、とりあえず買ってから考えないと。ポーズ、悪魔ポーズ、ありがとう。今日はね本当にね、ちょっと普通に好評でした。あのみんなからもかわいいって言われた。そう、緊張してたじゃないね。あ、まあそれはそうだけどね。シナモンポーズね、下のポーズも決めてる？悪魔です。こんばんは。どうもありがとう。ね、リボンめっちゃ取れたの。靴のリボンさ、4つか5、5つぐらい取れました。悪魔。二度目ありがとう。靴持ってこない、荷物になる。めっちゃ今日もさ、今日は履くからよかったけど、履かないのに持ってくのはちょっとあのめっちゃ荷物になりました。身長にもあれだよね。えねえ、それな。え、2時14日まで、あーまだ大丈夫。他メンバーの前、え、めっちゃ恥ずかしかった。更衣室みたいなところから出てくるの恥ずかしかった。そう、結構取れた。机ありやん、やったね。どういうこと、キュンキュンラブリー、これ、ありがとう、ありがとうね。2次販売だけ2次、あでもね、わかるよそういうの。はい、待って、靴のアップの写真、やっべ、撮るの忘れた。全身撮ったからあれにしちゃった。あー、撮るの忘れた。もう、起立感ですね。あ、ほんと？明日悪魔だよ。なんかね、今日はね、ノーマルでも漏れた。だからブログ、今日の X のポストの写真も、
あれでした、ノーマルでした、ありがとう。2時半から4時、うん、してやられる、ありがとう。そう、靴のことね、でもみんな結構あ靴って覗いてくれたりしたから、こんにちは。ありがとう。誰も、え、そう、意外とそんなね映り悪くなかった、売り切れたらそれな、別によかった。こんにちは、んなー。前髪も切ったの、わかんない、座りってよくわかんない、こうサインがあるから。あ、ほんと、初音もありがとう、こんばんは、キュンラブ、こんばんは。ご飯褒める、あーね、それな、明日は。じゃあ立っていいのかちょっとよくわからないのであれなんですけど、こんばんは。そう、わからない、立ちはなんか普通に出迎え立つ先輩もいる、あ、そうなんだ、揃いました、よかったです優しくしますよ。天使のお部屋こちらです。うん、いいって言ってる人とダメって言ってる人いるし、写真は撮っちゃダメってことない？うん、マルテーブ、あ、見た気がする、確かにスクワットみたい、確かに確かに、てかやばい、本当に寝てたらさ、めっちゃさ顔がむくんだ、笑った時にさ肉が笑いにくい、むくみすぎてて、下鍛える、足鍛える、ド M ね、癒されたい日でした。うん、寝てった、やばかった、そう、めっちゃ寝起き、終わったら早めだけど、いや、なんか、家帰ってきてから韓国ドラマ見ててで、8時くらいから寝ちゃってた、学校、わかんない、そう、寝起き、悪魔です、はい、頑張ります。まあ私全部さ、昼前っていうか昼ぐ、ん、午前、ん、早い時間に終わるからめっちゃいい、なんか夜とか終わる人帰るの遅くなってかわいそうっていうかさ、部によってやっぱり帰るの遅くなったりするじゃん、だから私遠いしさ、ちょっとだからありがたい、早いと、そこスローリー、そうそうそう、外国だ、ペントハウス、そんなと遠くないってなってんの、ありがとうね、お疲れ様です。あ、そういえば今日帰りに今日帰りに話しかけられました、びっくりした、初めてすぎて、はなちゃんですかって言われました、可愛い女の子に、
ペンタハウスね。ね、早いといいよね。そう。結構、ショールームとかでも見かけたことがある子だった。電車、え、電車電車ですよ、帰り電車ですよ。どこに行けば会えますか。名駅本当にありがとうね。そう、岐阜だとそこそこ遠いよ。違う、なんていうの、電車っていうか、事務所から電車、なんていうの、事務所まではみんなで一緒に帰るけどみたいな、そういうの、そういう感じ。そうもありがとう。いいよ全然。うん、電車じゃないよ。いや、免疫で。いやだったらなんか申し訳ない。あ、本当？全然いい、全然いるよ。こんばんは。言わない言わない、普通にいる。しかも今日マスクとかいつもさ、そう、自信あるの、免疫知ってる子、ほんとこっち逃げる、自信ない方、嘘されないです。誰もありがとう。声かけれるよ。え、ドアラいた？ドアラに写真撮ったよ。だったら声かけるかも。あ、確かに。なんか。12期に別に推しがいる子だったかな。んじゃな。ドアラ行った、金時計に。なんか写真撮れましたよ。確かに他人だったよ。え、それな、いや、よう花って気づいたなって思って。あ、11時半。そう、こんばんは。11時半か。うん、声かけるよ。どうしよう、終わろうかな。何人たくさん知り合いできた。ほんと、え、なんかさ、花の連のところさ、めっちゃ人いるのに全然人来なってそう、めっちゃいっぱい喋ってるのにさ、え、全然来てくれないって思った。めっちゃみんなで話してて、なんかあれって剣がな、あ、そういうこと。そうもありがとう。剣の配分してるのか、みんなで。めっちゃさ、でもさ、花押しみたいな人もいる。違う人のアイドル消してる。わかんない。ハートありがとう。ワンちゃんな。仕事できなかった。お疲れ様、お仕事。二部途切れなかったね。びっくりした。途切れると思ってた。あ、どこもそうなんだ。なんか、遠くから見てて、あれ？あの人いるけど、一回も来てない。いう人が。今日初めましての人も結構いました。ね、CD 3枚分高いよね。わかる。なんかさ、研究生だけでもさ、CD3 枚とかで何枚取れますみたいな。CD1 枚で1枚とかにしてもありだよね。見てくれ。あ、かわいすぎた。ほんと？ね、一部はね、秒で流されたよね、それな。使
ごめんありがとう。本当にそう、そう初めましての人いました。あ、なんかさ、でなんだっけ、みかん禅祭りの時に、なんか確かに先輩たちもファンかわいそう、それはそう。でも私は私研究生だからな。あ、でも研究生公演同じ値段か。そう、初見でしたよね。なんかあの私があのみかん禅祭りの時に私が振られた人覚えてますか。あの私なんかみかん禅祭りの時になんかレポートレポリポーターリポーター体験みたいな、なんかリポーターバトルみたいなのやって、それでなんかその時になんか隣にそのお客さんの隣に座って、なんか私となんとか言ってくれますかみたいな、どこか言ってくれますかみたいな言った時に、なんか行きませんみたいな言われた人がいて、その人が今日来ました。今日来てくれました。覚えてますかって言われて、え、初めての人なのに覚えてますかって、えって思ったら、振りましたって言われて、あーって。なんか日にち言われて、覚えてますか、みかん禅祭りであなたを振りました。ちゃんとその推しのあの、なんていうの、あれ背番号書いてたやつあるじゃないですか、チームのあれを着てきました、着てきてました。面白かった。そう、やばいました。そうそう、おもろかった。でもね、推しにバレちゃう。なんだね、推し人ではね、もう何、あー年齢や宣伝 T シャツじゃないよ。今日買いにありがとう。あの生誕 T シャツじゃなくて、あれです、ユニフォーム。うん、あの推しは誰ですかって聞いた後に振られたの。そう、野球ユニフォームみたいなやつ。推しは誰ですか、なんとかさんです、私と一緒にどこか行ってくれますか、行きませんっていう感じだった。あ、そう、ユニフォーム、そう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 、本当に決まってたからです。ハートありがとう。そう、チームカラーのユニフォーム、そう、キュンキュンラブリー、そう、15周年ね、15周年。そう、でも明日も行くのでって言ってくれたから、いや、もう分かってない。ああ、そう、そうね、正式に入りました。あー、めっちゃいいじゃん。で、そう、そう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 、待って、え、本命の推しの人いましたよ、全然いた。こんばんは、映像が世に出るといいですね。はい、そろそろあの終わろうと思います。ごめんなさい、短くて。あ、オッケーして、あ、そういうことか。あ、そういうことか。そういうことね、優しい。まあ、わからないと思います。どの人か。そういうこと。ありがとうございました、配信。ということで。よくわかってない。あ、ほんと？男女を見たいと思います。13位。
待ってください。さつまいもを持った狼、あの方のアバターですよね。全然出てこない名前。みずきさん、田辺じゃなかったかな、そのアバターの方、ありがとうございました。12位、カニラスカル、ありがとうございました。11位、ゆらゆきさん、男性の方、ありがとうございました。10位、桃星人、ありがとうございました。9位、カステラ、石塚さん、ありがとうございました。田辺みゆきさんは別にいますか。8位、メロンパイヌ、ありがとうございました。7位、アマビエ、ありがとうございました。6位、リラックマ、ありがとうございました。5位、違う、ん、合ってるか。5位、黒猫、ありがとうございました。4位、テニスボール、ありがとうございました。3位、魔法少女、ありがとうございました。2位、ひょめひよこ、ありがとうございました。1位、飛行機、ありがとうございました。ほら、ありがとうございました。そう、石塚さんです。石塚みつるさん、ありがとうございました。配信ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。また明日な。ただ、みずきさんいましたね。石塚みずきさんもいますね。よし、おやすみなさい皆さん。また明日ね。よろしくお願いします。またね。バイバーイ。またなー。うわ、おやすみ。またなー。